今日は中国原潜の爆発事故について解説するぜ。台湾有事への影響やアメリカと日本の反応も気になるわね。実は、何々、気になるわ。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。まず、中国の原潜ってどんな種類があるのか、簡単に説明するぜ。中国の原潜ってなんか色々種類があるみたいだけど、よくわかんないわよね。そうだな。大きく分けて、攻撃型原潜と戦略ミサイル原潜の2種類があるんだぜ。攻撃型と戦略ミサイル型？何が違うのかしら？攻撃型原潜は、魚雷やミサイルを使って、敵の艦船や潜水艦を攻撃するためのものだ。一方、戦略ミサイル原潜は、核ミサイルを搭載していて、敵国への攻撃を目的としたものなんだぜ。核ミサイルって、ドカーン、ってやつよね？怖いんだけど。そうだな。核ミサイルは、非常に強力な兵器で、ひとたび使われれば、甚大な被害をもたらすことになる。だから、世界各国は、核兵器の拡散防止に力を入れているんだぜ。なるほどね。で、中国の原潜って、どれくらいあるのかしら？中国の原潜は、現在、約70隻保有していると言われているぜ。内訳としては、攻撃型原潜が約50隻、戦略ミサイル原潜が約20隻だ。70隻も、結構な数ね。そうなんだぜ。中国は、近年、急速に海軍力を増強していて、原潜の数も増えているんだ。特に、戦略ミサイル原潜の増加は、アメリカや日本にとって大きな脅威となっているぜ。中国って、なんか最近、軍事力強化してて、怖いわよね。そうだな。中国の軍事力強化は、周辺国にとって、大きな懸念材料となっているんだぜ。そういえば、今回の原潜事故って、どんな事故だったのかしら？詳しい情報は、まだ明らかになっていないんだけど、どうやら、中国の原潜が、南シナ海で爆発事故を起こしたらしいんだぜ。南シナ海って、中国が勝手に自分の領海だって主張している海よね？そうだな。南シナ海は、中国、台湾、ベトナム、フィリピンなど、多くの国々が領有権を主張している海域で、近年、中国が軍事拠点を建設するなど、その動きを活発化させているんだ。で、その原潜事故で、何か被害はあったのかしら？今のところ、詳しい被害状況はわかっていないんだ。中国政府は、事故の発生を認めているものの、詳しい情報を公開していないんだぜ。中国政府って、いつもそうよね。何か隠してるんじゃないかしら？そうだな。中国政府は、情報統制を強化していて、都合の悪い情報は、隠蔽することが多いんだぜ。なんか、怪しいわね。そうだな。今回の原潜事故についても、中国政府は、何か隠している可能性があるぜ。もし、この事故で、原潜が沈没でもしていたら、大変なことになるわよね。そうだな。原潜が沈没すれば、放射性物質が漏れ出す可能性もある。そうなれば、海洋汚染や周辺国への健康被害が懸念されるんだぜ。怖い話だわ。そうだな。中国の原潜事故は、今後の中国の軍事活動や、周辺国との関係にも影響を与える可能性がある。引き続き、情報を注視していく必要があるぜ。それで、その原潜事故、台湾有事への影響はどうなるのかしら？もし台湾有事になったら、中国は台湾海峡に潜水艦を展開して、アメリカの空母とかを攻撃する可能性があるぜ。潜水艦で空母を攻撃するって、そんなことできるのかしら？潜水艦は海の中に隠れてこっそり移動できるから、空母にとっては脅威なんだぜ。魚雷やミサイルで攻撃されたら、空母もひとたまりもないぜ。そうなんだ。でも、今回の事故で中国の潜水艦が減ったんなら、台湾有事が起きても少しは安心ね。そうとも言えないんだぜ。中国は潜水艦をたくさん持っているし、今回の事故が原因で台湾への攻撃を諦めるとは考えにくいぜ。そうなのね。でも、原潜の事故で中国軍の士気が下がったりしないのかしら？それはあるかもしれないな。事故の原因や被害の大きさによっては、中国軍の士気が低下する可能性もあるぜ。そうなれば、台湾にとっては少しは有利になるのかしら？そうだな。中国軍の士気が下がれば、台湾への攻撃をためらう可能性もある。でも、中国って、メンツをすごく気にする国でしょ？そんな簡単に士気が下がるのかしら？確かに、中国はメンツを重視する国だ。でも、今回の事故は、中国海軍にとって大きな痛手だ。メンツを守るために、かえって強硬な姿勢に出る可能性もあるぜ。どっちなのよ、結局、台湾有事への影響はどうなるのよ。正直なところ、まだはっきりとしたことは言えないんだぜ。事故の影響は、
中国政府がどれだけ情報を公開するかにもよるし、今後の中国の動き次第だな。もう、はっきりしてよ。まあまあ、落ち着くんだぜ。いずれにしても、今回の事故は、台湾有事の行方を左右する可能性があるってことだ。わかったわ。で、アメリカや日本の反応はどうなのかしら？アメリカは、中国の軍事力増強を警戒しているから、今回の事故を深刻に受け止めているぜ。やっぱりそうよね。で、日本は？日本も、中国の動きを注視しているぜ。特に、尖閣諸島周辺での中国の活動には警戒を強めているんだ。尖閣諸島って、中国が勝手に自分の領土だって主張している島よね？そうだな。中国は、尖閣諸島を自国の領土だと主張して、日本の領海に侵入したり、航空機を飛ばしたりしているんだ。本当に迷惑な国ね。そうだな。中国の行動は、日本の安全保障にとって大きな脅威となっているんだぜ。ところで、アメリカって具体的にどんな反応してるのかしら？アメリカは、今回の原潜事故をかなり深刻に受け止めてるみたいだぜ。すぐに偵察機を飛ばして、事故現場の状況を詳しく調べてるって話だ。さすがアメリカね。それで、何か情報はつかめたのかしら？詳しい情報は公開されてないけど、どうやら放射線量の増加は確認されてないらしいぜ。でも、中国が事故の情報を隠蔽してる可能性もあるから、アメリカは引き続き警戒を続けてるみたいだな。そうよね。中国のことだから、何か隠してるに決まってるわ。あいつら、平気で嘘つくし、信用できないわよね。まあまあ、霊夢、落ち着くんだぜ。確かに中国は情報統制が厳しい国だけど、アメリカも黙って見てるだけじゃないぜ。衛星や偵察機を使って、中国の動きを常に監視してるんだ。衛星で監視してるの？すごいわね。ああ、人工衛星は地上から数百キロ上空を飛んでて、地上にあるものを見たり、通信を傍受したりできるんだぜ。軍事目的でも使われてて、偵察衛星は敵国の軍事施設や部隊の動きを監視したり、ミサイルの発射を探知したりできるんだ。へえ、まるでスパイみたいね。そうだな。スパイ衛星なんて呼ばれることもあるくらいだぜ。で、アメリカは今回の事故を受けて、中国への圧力を強める可能性もあるな。例えば、南シナ海での軍事活動を活発化させたり、台湾への軍事支援を強化したりするかもしれないぜ。中国が台湾にちょっかい出したら、アメリカが助けてくれるってことね。そうだな。アメリカは台湾関係法っていう法律で、台湾が中国から武力攻撃を受けた場合に、台湾を守ることを約束してるんだ。だから、中国もアメリカの動きを慎重に見極めてるはずだぜ。なるほどね。じゃあ、日本はどうしてるのかしら？日本もアメリカと連携して、中国の動きを注視してるぜ。情報収集を強化したり、自衛隊の警戒態勢を高めたりしてるみたいだな。日本もちゃんと対応してるのね。ああ、日本は中国の海洋進出を警戒してるからな。特に、尖閣諸島周辺での中国の活動には神経を尖らせてるぜ。中国海警局の船が日本の領海に侵入する事件も頻繁に起きてるし、自衛隊は常に警戒態勢を維持してるんだ。尖閣諸島って、日本固有の領土なのに、中国が勝手に自分のものだって主張してる島よね？本当にずうずうしいわね。そうだな。中国は尖閣諸島を自国の領土だと主張して、日本の領海に侵入したり、航空機を飛ばしたりしてるんだ。政府は、中国に対して厳重に抗議してるけど、中国は聞く耳を持たないぜ。まったく、中国って国は？まあ、日本もアメリカと協力して、中国の動きをしっかり監視していくしかないな。今回の原潜事故も、中国の軍事力や安全保障に対する姿勢を改めて問うことになるだろうぜ。ところでマリサ、この原潜事故、今後どうなると思う？そうだな、まず中国は徹底的な情報統制を行うだろうぜ。今回の事故は中国海軍にとって大きな失態だから、メンツを守るために情報を隠そうとするだろうな。また隠すのね、あの国ってほんと、隠蔽体質よね。まあ、そうだな。中国政府は都合の悪い情報は隠す傾向があるからな。でも、アメリカや日本の情報機関は衛星写真や通信傍受などで独自に情報収集してるから、中国が完全に情報を隠蔽するのは難しいだろうぜ。そうなのね。じゃあ、世界中にバレバレってことね。で、中国はどうするのかしら？事故原因の究明と再発防止に力を入れるだろうな。今回の事故は中国海軍の信頼性を大きく損なうものだから、原因を徹底的に調べて、同じような事故が起きないように対策を講じるだろうぜ。事故原因って、やっぱり整備不良とか、そういうことなのかしら？可能性としては、整備不良や人的ミス、
設計上の欠陥などが考えられるな。あるいは、アメリカや日本の工作によるサボタージュっていう可能性もゼロではないぜ。サボタージュ？何それ？サボタージュっていうのは、敵対する組織や国の活動を妨害するために、こっそり破壊工作を行うことだぜ。例えば、機械を壊したり、情報を盗んだり、施設に爆弾を仕掛けたりするようなことだな。そんなことするの、まるでスパイ映画みたいね。まあ、スパイ映画の世界の話だけじゃないぜ。実際に、国家間の諜報活動やサボタージュは行われてるんだ。怖い世界ね。そうだな。国際社会は複雑で、様々な思惑が渦巻いてるんだぜ。今回の原潜事故も、その複雑な国際情勢を反映したものと言えるだろうな。なるほどね。いずれにしても、この事故は中国海軍にとって大きな痛手だ。今後の中国の軍事戦略や安全保障政策にも影響を与える可能性があるだろうぜ。そういえば、中国の原潜って、どれくらいの実力があるのかしら？実は、中国の原潜の実力は未知数な部分が多いんだぜ。今まで実戦経験がないから、本当のところはよくわかってないんだ。そうなのね。じゃあ、アメリカやロシアと比べるとどうなのかしら？まだ技術的にはアメリカやロシアに劣るところがあるみたいだな。特に、静粛性って言って、どれだけ静かに航行できるかっていうのが重要なんだけど、中国の原潜はまだ騒音が大きいって話だぜ。静粛性？なんで静かな方がいいのかしら？潜水艦ってのは、敵に見つからないように隠れてるのが基本だからな。騒音が大きいと、敵のソナーに探知されやすくなってしまうんだぜ。ソナー？ソナーっていうのは、音波を使って水中にある物体を探知する装置のことだぜ。潜水艦や魚群を探したり、海底の地形を調べたりするのに使われるんだ。へえ、それで、中国の原潜はソナーに探知されやすいってことね。そういうことだな。だから、中国の原潜は、アメリカやロシアの原潜と比べると、まだ隠密性で劣っていると言えるだろうぜ。なるほどね。でも、中国は最近、すごい勢いで軍事力強化してるじゃない？そのうち、アメリカやロシアを追い抜いちゃうかもしれないわね。確かに、中国は近年、軍事費を大幅に増やして、海軍力も強化してるな。新型の原潜もどんどん建造してるみたいだし、将来的にはアメリカやロシアに匹敵する海軍力を持つ可能性もあるぜ。そうなったら、日本も危ないわね。そうだな。中国の軍事力増強は、日本を含む周辺国にとって大きな脅威だ。日本も、防衛力を強化して、中国の脅威に対抗していく必要があるだろうぜ。マリサ、詳しく教えてくれてありがとう。どういたしましてだぜ。本日のお話はここまでだぜ。中国の原潜事故、怖い話ね。あの国は何を考えているのかしら？そうだな。事故原因や被害状況など、まだわかっていないことが多いからな。それに、中国政府が情報を隠蔽している可能性もあるから、余計に不安になるよな。今後の中国の動きを注意深く見守っていく必要があるぜ。わかったわ。そういえば、マリサ、最後に何か言いたいことあるんじゃない？そうだったな。今回の動画の内容が少しでも役に立ったら嬉しいぜ。理解できなかった部分やもっと知りたいことがあったら、コメントで教えてくれよな。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。